おし、ということで、今日もあつ森やっていきましょうか。さあ、あつ森やっていきたいわけですが、皆さん、ハロウィンは楽しんでますか？そうですよ。今日はなんと、10月31日でございます。運命のハロウィン、ついにやってきました。さてさてさて、リアルの世界でも、かなり盛り上がっていると思いますが、あつ森の世界でも、かなり盛り上がっております。見てくださいよ、この広場。うん、全然盛り上がってねえな。お前らさ、もうちょっと盛り上がろうよ。まあ言ってもハロウィン本番ではないからな。確か、ハロウィン本番は、午後の5時になったから、開始になると思うので、まあまあまあ、まだ盛り上がってはないんですけど、それにしてもハロウィンって感じが全然しねえよな。よー、精が出るな、金くれい。話に来たぜ。どうだ、今日の俺。ブルドッグジャージで。ビシッと決まってるだろ。こういう服を着こなすのは、おめえはまだ無理かもな、ガンハッハン。っていうことで、ハロウィンなので、ハロウィンらしく、こちら身につけていきましょう。おいよ。で、パンプキングフェイス。さあ、これでどうだ。俺はどう見ても、パンプキングだぜ。てか、パンプキングってさ、そんなに怖いか？俺的にはそんなに怖くはないんだけど、皆さんどう思いますか？なんかね、この姿で、ハロウィン中に話しかけると、めちゃくちゃ怖がられるんですよ。うわぁ、パンプキングやってきた、嘘だろ、ごめんなさいみたいな感じの反応されるんだけど、じゃあさ、ハロウィンが開催されてない状態で、この姿で住民に話しかけると、どういった形になるのか、ちょっと検証してみましょうか。お、ちょうど話してるな、お前ら。何話してんだ、俺に聞かせてくれ。こないだは私に花を送ってくれてありがとうね。あれ、ああ、はいはいはい。うん、礼には及ばねえよ。おめえにはいつも世話になってるからな。マジでバンタム、お前ヤサ男だな。それにしてもヒヤシンス、それも黄色のヒヤシンスだなんて。はいはいはい、黄色ね。黄色のヒヤシンスがどうしたって言うんだよ。黄色のヒヤシンスの花言葉、それはあなたとなら幸せ。おい、なんか告白始まったんだけど、大丈夫これ、この展開。俺パンプキングだよ。なんかもうちょっとさ、怖がったりとかしないの？ねえ、ガン虫なんだけど、これひどくないか？いや、ちょっと待て、フランスは。花言葉だ？俺はそんなもん知らないぜ。おい、俺どうしたらいいんだよ。とりあえず、直立してるんだけどさ、マジでガン無視されてる。もはやどういう反応したらいいかわかんねえよな。いいの、いいのよ。バンタムさん、大丈夫。私わかってるから。待って、ビススめっちゃ見てくるな。待って待って。なんかめっちゃ見てくるんだけど。な、何をわかってるんだ。おい、フランスは聞こえてるか。帰ってこーい。あ、おい、今突っ込んでくれると思ったんだけど、てんてんてんって来たから。あれ？大丈夫？ていうかこれさ、俺ってバレてるの？なんかさ、ハロウィン当日にこの服装で喋りかけると、俺って気づかないんだけど、どういうことお前ら？設定ガバガバやん。無難に、ホットドッグとかにしときゃよかったぜ、金くれい。ああ、はいはいはい。わかりました。じゃあちょっと君に話しかけるわ。あは？ふざけんな、社畜さんって言ってるじゃん。ふふ、こうやってお話するの久しぶりよね。いやいやいや、俺社畜じゃないから。パンプキングだから。全然違うから。ふざけんじゃねえ。てか、パンプキングってさ、この時間帯でも島に来てるんかな？どうなんだろう。なんか5時前に来てるんでしたっけ？ちょ、忘れたわ。どこだっけ？パンプキングってさ、なんかここら辺周辺にいるんじゃなかったっけ？案内所周辺にいるイメージがあったんだけど、そんなに遠くには行ってないですよね。5時にならないと出ないんかな。まあいいや。ちょっとね、このまま、たぬき商店に行きましょうか。そう、ちょっとたぬき商店に行きたいと思っております。なんでかっていうと、この姿で、豆粒たちに話しかけると、特別な反応が見れるんじゃないか、って思ってます。ですので、今からね、ちょっと検証していきましょうか。さあ、どうなるかな？さあ、たぬき商店にやってきたぜ。おえ、豆粒たち。あれ？いらっしゃいませって今言ってなかった。
なんか普通すぎないか。いやいやいや、ちょっと普通すぎるよ。じゃその前に飴を調達させていただきたい。あれ、飴って購入することできるね今日。うわマジかよ、怒られたんだけど。そっか、時間変更してないからか。たく、あ、ちょっと待って、俺さ致命的なミスを犯してたかもしれねえわ。これ見てよ、これいらないじゃん。パンプキングこんなん背負ってないじゃん。なるほどね、これのせいか。ということでお前ら飴をよこせ。パンプキングだ。100個よこせ。いや200個よこせ。はいはい、何かご用でございますか。あれ、買い取って。あれ、あららららら、あれあれ、こんなことは許されない。だって俺はさ、パンプキングだよ。こんなことは許されないぜ本当に。どういうことだよこれ。いや本当にさ、え、切れていいっすか。切れていいっすか。せっかくさパンプキングに仮装したのに、なんか全然反応してくれねえんだけど、どういうことだよ。けどさ、俺売るものねえんだよな。うん、売るものねえわ、申し訳ねえな。あ、木製テーブルミラーいらないわ。ちょ、これいらないんだけど、まあいいや。ってことでここ後にしましょうか。マジかよ。え、なんか反応してくれるかなと思ったんだけど、反応してくれなかったっていうね。まさかの展開に俺はびっくり仰天よ。どういうことみたいな感じ。さあ、そういったところでたぬき商店後にしましょうか。じゃあこのままエイブルシスターズに行こうか。さあ、エイブルシスターズに行こうではないか。おい、ブーケ、パンプキングだ。金くれ、何でもしますから、声かけてくれてサンキュー。いや、そういう反応じゃないんだよ俺が聞きたかったのは。えへへ、っていうかこんなとこで何してんのさ。あたいに会いに来てくれたとか。いや、会いに来た、まあ確かに会いに来たんだけど、ちょっと反応が違うよね。もうちょっとひねった反応が欲しかったんだけど、俺が期待してた反応とは違うかな。ということでエイブルに行きましょう。今度こそいい反応頼むぜ。さすがにアサミちゃんとかキヌーちゃんは空気を読んでくれるはず。必ず空気を読んでくれるはずだ。おい、来たぜキヌヨッチ。いらっしゃい。商品は毎日入れ替えてるからこまめにチェックしてくださいね。あ、わかりました。はい。なんかちょっと怒られたね。ってことで、アサミッチ。こんにちは。時々この島にことどって子が来てるでしょ。あれ、私の妹なんですよ。お、知ってるぜ。あの子、ちょっとそっけないところがあるんですけど、仲良くしてやってください。あ、わかりました。私と似て、人見知りしがちだから、ふふ、これも島ゆえなんでしょうね。いやー、どうなんだろう。人見知りなんかな。あまり人見知りって感じはしないけど、どうなんでしょうか。ただ品揃え自体はそんなに変わってなくて、そしてパンプキングの見た目で話しかけてるのに結局ね反応してくれないっていう、この悲しさ。なんでだよ。え、どこからどう見てもさパンプキングじゃん。仮装してるのにさ全く反応ないっていうのはどういうこと。本当にそれなんだけど、ただハロウィンのイベントが開催されると驚いてくれるんですよね。出たーみたいな、パンプキングじゃねえかーみたいな、そういったノリなんですが、なんとねハロウィンが開催されてない状態で話しかけるとこのような反応がされるみたいです。てか待って、手紙来すぎじゃない？何これ、ちょっと待ってくれよ、なんでこんな手紙来てんの。シャー様、すごいこんにちは。あてもなく外を散歩してたらあなたの顔が思い浮かんだのよね。それでいい機会だと思ってメッセージカードを出すことにしたの。特別な意味なんてないんだけど、第六感を大事にしてみたわ。たまにはね、フランスは。はいはいはい。シャ様すごいってすごい言い方やな。筋肉痛のシャポーエ、お前らめちゃくちゃ言い過ぎじゃないか。今日はお前に言いたいことがあるぞ。いいか、筋肉は一日にしてならず日々の特訓が全てなんだ。うっかりサボるんじゃないぞ。バッチコーイチャチャ丸より。いや、マジですると、まあ、筋肉ってさ、毎日鍛えると逆効果だから、まあ、時々鍛えるっていうか、超回復を待って鍛えた方が、おそらく効率的じゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。メッセージカードって何を書こうか、いつも迷っちゃうんだよね。
伝えたいことはいっぱいあるけど、文字にすると長くなっちゃうし、上手にまとめられないよ。考えすぎちゃう、ブーケより。はい。ブーケジャンからもやってきました。で、ジャコテンか。やっほー、シャンシャン。突然だけど君にこれをあげるよ。僕の一押しアイテムなんだ。君にもらってほしくて、この前買っておいたんだよね。これを見てると、なんだか優しい気持ちになると思わない？なんか無地だな。なんで無地のメッセージカードなんだろう。いや、まあ別にいいんだけどさ。感想を聞かせてね、ジャコテンより。はい。ってことで中身が何なのか全くわかりませんが。さあ、こちら、開封していきましょうか。中身が何か全くわからない。プレゼントを開けていこうぜ。モビール！あれ、モビールってなんだっけ？ちょっと待てよ。これ何でしたっけ？いや、忘れたわ。これは何でしたっけね。この辺に置く。なんだっけこれ、モビールって。なんか壁にかけるやつとか、そんな感じ。だってさ、ここに飾ることができないということはそういうことか。ちょっとね、何なのか忘れたわ。これちょっと後で確かめてみるか。あ、ついでにミスズがいるわ。じゃあこのモビールを、多分俺そんな使わないから、じゃあこれをこのままプレゼントするわ。はいよ。はい、パンプキングからのお届け物よ。やだ、これモビールじゃないの。お前知ってんのか。そうなの、こういう感じのが欲しかったの。ありがとう、社畜さん。どこに飾ったら入るかしら。考えるだけでワクワクしてきちゃう、金くれい。なんか入るっていう言い方が若干違和感ありますよね。入るっていう言い方、なんか映えるっていう言い方がなんかしっくりくるんだけど、入るっていう言い方はね、なんか違和感がすごいわ。ヤッホー、また会ったね。金くれい、おしゃべりしよう。ねえねえ、見て見て、シャボが譲ってくれたこのラグビーのユニフォーム。服そのものもイケてるけど、あたいの着こなしもいい感じでしょ。今一番のお気に入りだよ、マジで。ラグビーの服、そんなお気に入りか。確かにね、見た目的にはめちゃくちゃ合ってるんですよ。まあ、色が合ってるっていう言い方の方が正しいのかな。まあ、色自体は合ってるから悪くはないんじゃないでしょうか。はい、ということで、せっかくですね、パンプキングに仮装したんですが、あらゆる住民、そして豆粒たち、エイブルシスターズにも行ってみました。ただ反応はね、特にありませんでした。もうちょっと反応してくれてもいいんじゃないの。なんでこんな反応なのよ。おかしいじゃねえか。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、あつ森をやってる方であればチャンネル登録しといて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。